台湾台北。下。哎呦哎呦。満を持して。どうも、ダメ投稿者です。いきなり南海ダピートからの関空第二ターミナルスタートとなりますか。今回の行き先は台湾、台北です。関空第二ターミナルから台北ということは。もしや。アビエーションで台北行きます。位置については動画をご覧の皆様はご存知と思うので多くは語りませんが、2012年の就航以来、国内外問わず格安旅へと誘ってくれた偉大な航空会社と思ってます。ただ第二ターミナル行くのがめんどくさいだけ。これ以上言うな。それでは機内に入ったところで、今回の旅のお供を紹介。どうも、チャガーです。これでは、いろんな意味で、いけませんね。阪神が、して、超絶にわかファンになった、タイガーです。誰だよ。いや、そこは阪神のあれ見越してタイガーエア台湾で行けるよとお叱り受けそうですか。予約した時点では阪神が日本シリーズまで行くことを想定できませんでした。許して。こんな感じでちょいちょい出てくるのでよろしくね。てなわけで検疫入管をサクッと終わらせた後は台北市内に向かいたいところですが、その前に到着フロア内でやっておきたいことがあります。それはあれは、この到着フロアでのキャンペーン、ざっくり言うと、お金もらえるかも。何？抽選に当たれば電子マネーか電子クーポン、3日以上の個人旅行で到着24時間以内に申請すれば5000台湾元もらえるかもキャンペーンです。あれれ、キャンペーンは確か2024年までだったはずですが、期間が延長されてますね。とにかく到着ロビーで抽選、当たれば引き換えカウンターでお金もらえるということなので、当たらなければどうということはないと思ったら、マジかよ。はい、当たりました。いや、映像では外れてるじゃねえかって感じですが、2人いたので2回チャンスあって、当たった方が動画撮れてませんでした。ただ記憶してる限りではゲーム開始直後のこのタイミングでここをタッチすると当たりを引きました。これを真似して当たらなかった時は本当に申し訳ない。本編に戻りまして、混んでいない時の抽選エリアはこんな感じです。5000元電子マネーでもらえましたが、一応現金も持っておきたいので、クレジットカードで外貨キャッシングします。夜市とかは完全キャッシュレスとはいかないのでね。5000元ゲットしたので調子に乗って空港のコンビニで飲み物買います。支払いはなるべく当選した電子マネーを使います。あ、言い忘れてましたが、この電子マネーは UU カードと言います。カードの裏面はこんな感じです。通常の UU カードも持ってますが、比較すると券面が少しだけ違うところがありますね。キャンペーンでゲットしたカードには特製版と書いてあります。ということは通常版とは違う点があったりします。それは利用期間と限度額に制限があります。何？利用期間は受け取りから90日、1会計で1500元まで、さらに1日の利用限度額は3000元、あとチャージができません。効率的に使うには2日がかりで初日に1500元を2回、翌日残り2000元を最低2回に分けて使用、最低でも4回は買い物する必要があります。なのでもし使い切りたい場合は、よーく考えよ、しばらくお待ちください。なので想定外の UU カード5000元に縛られた台北旅が今始まる。空港から台北市内までのリムジンバスの切符を2人分買ってます。この券売機、 UU カード以外にも iPass、クレカのタッチ決済にも対応しているようなので、
現金温存しておきたい方々には非常にありがたい仕様ですね。あと、私は知らなかったのですが、この iPass という電子マネー、UU カードは使えないけど iPass なら使えるって場所もあるようなので気になるところです。iPass について、このカード持ってるよ、キャンペーンの抽選でこれ選んだよ、という視聴者さんがいれば、使用感などいろいろコメントで教えてほしいです。というわけで、この瞬間のために朝から食わずにここまで来たんだから満を持して、もうめちゃくちゃ センターの小籠包にカニ身がついてるのが印。カニ味噌の旨味が脳味噌はじけさせます。チャーハンも米がパラパラ、エビも大きくてプリプリ。習慣のようです。
ないけど泊まるのはビッグホテル。血を感じるから何回いいんだよな。すりおろし生ニンニクがたまらんのよ。Charge complete. トーファの有名店、やっとこさこれました。のピーナッツ、柔らかくて甘くて冷たい氷に合う。芋園は2種類、大きくて歯ごたえあり、コシもあり。Thank you.
Next. 悠遊カード使い切れてない。ならこれしかない。今回の MVF、芋えん歯ごたえもちもち最高。実際にやってみた。